おはようございます。ゆうやドローン旅です。今僕はですね、どこで撮影しているのかというと、南アルプスの日本百名山潮見岳の山頂からね撮影しております。先ほどちょうど山頂に到着してドローン撮影等をねしたところになります。今回の登山ルートはトリクラ登山口から往復をピストンする距離にして約25キロ、獲得標高差も 2500m を超える1泊2日が推奨されているロングコースなんですが、今回はそれをね、日帰りで挑戦しようかなというところで、ナイトワークからスタートして最初が本当に真っ暗でしたので、今回はね山頂から撮影を開始して下山する様子を映像に収めながら、登山道の様子であるとか、やっぱり怪我の多くは下山中に起きますので、下山視点での注意ポイントとかっていうのをお届けしていきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは山の動画を中心にアウトドア情報やドローンで撮影した自然の絶景、旅の様子などをお届けしております。少しでも興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではね、早速ね下山していきたいんですけど、その前にまずは山頂から撮影した絶景をねご覧ください。どうぞ。今ね僕がいるのが潮見岳の東方になります。東方と西方があるんですけれども、東方の方が標高約10メートルほどね高くなっていて、東方と西方は本当に、約5分ぐらいですね、5分もかかんないですね、本当3分くらいで一気できるようなね距離感になります。今まで360度のパノラマだったんですが、ちょうどね、予報通りなんですが、ちょっと雲が出てきましたね。潮見岳東方標高3052メートルと。ではまずはね、西方の方にね向かっていきましょう。西方を経由して下山していくので、潮見岳の西方標高は3047メートルですね。ここからのね下山ルートはもう本当に今、見えてる路線をねひたすら歩いていく感じになります。ちょうどねあの画面の真ん中のあたりに三福峠があって、そこを経由してね降りていく感じですね。ちょっと動画だと分かりにくいですけど、ここから山頂直下の下山は標高でいうと約2、300メートルほど、かなり急登な、岩場を下っていく感じになります。鎖場もあったり手足を使って下っていくような急登なので、慎重にね降りていきたいなと思います。しばらくねこんな感じのガレ場なので、落石とかにも注意しながらって感じですね。本当に上から見るとね、もう垂直みたいな岩場ですね。さあ、ロープがね、鎖場早速出てきました。ひとまずね、一番最初山頂直下のねかなり急登な岩場越えました。このね後ろにそびえ立ってる大きなね岩を降りてきた感じですね。ここはもう、シンプルなねガレ場っていう感じですね。少し滑りやすくなってるのでそこ注意しながら、もう潮見小屋もね見えてますね。
はい、下山スタートしてからだいたい45分ぐらいで潮見小屋まで戻ってきました。潮見小屋はね、7月から営業開始という感じなので、今の時期はね、まだ閉鎖されております。一応、冬季の避難小屋のスペースだけは営業期間外も開放してくれているみたいですね。営業が7月からなので、やっぱり営業前の時期はすごく空いてますね。やっぱ南アルプスは山小屋が営業し始めるとすごく混むので、やっぱり山小屋が営業し始める前の時期がね、僕はすごく好きですね。山頂もね、今は少しだけね、ガツり始めましたね。潮見小屋から先もしばらく、絶景のね、稜線歩きが続きます。かなり贅沢な景色ですね。今ね、潮見小屋越えて樹林帯にね、入ったところなんですが、ここからね、山腹峠までは緩やかなね、アップダウンを何度か繰り返しながら山腹峠に向かっていく感じになります。すごく歩きやすいですし、なだらかなのでめちゃくちゃきついってわけじゃないんですけど、今回の結構ハードなコースで下山の時に登り返しがあるっていうのは結構きついんじゃないのかなと思います。合計で多分 300m、400m くらい登り返しがあるんじゃないかなと思います。樹林帯に入ると結構ね、もう道を歩きやすくなりますね。勾配も少し緩やかになります。今ですね、下山の山腹峠に向かっての登り返しですね。かなりきついです。勾配はね、そんなに急じゃないですし、だいたい30分で標高 150m 上げるくらいの勾配なので、全然ね、急斜面っていうわけではないんですけど、この潮見時まで登った後のね、帰りの体には結構応えますね。やはり山腹峠手前、最後のね、チェックポイントですね。本谷山です。ふぅ、本当にね、ここまで登ったり下ったりしてます。ここから山腹峠も、下ってから登るっていうのがまだあるので、ここからも正念場ですね。頑張ります。山腹峠の手前にね、覗き岩っていう、かなり断崖絶壁に突き出た岩場がありますね。少し曇れてきましたけど、青空見えてますね。引き続きこの尾根をね、登っていきます。下山始めてから2時間半くらいで山腹山まで戻ってきました。ちょうどね、潮見岳の山頂と結構もかぶっちゃってますけど、まだまだ絶景ですね。あちらの下界の方も見えますし、もうね、そこに、山腹峠の小屋も見えますし、ひとまず山腹峠行きましょう。こちらがね、山腹峠の手前の向きですね。今回僕は行って潮見岳方面と荒川岳方面でね、分かれてます。はい、山腹峠に到着しました。山腹峠小屋がね、この後ろのやつですね。今回ね、僕は日帰りですけど、1泊2日で来るときは山腹峠をベースにして行く方が多いみたいですね。ほんと歩いて10分のところに山腹山の山頂もあるので、そこで朝日とか夕日見たりとかもできそうなので、僕もね、一度泊まってみたいですね。今、潮見小屋と同様営業期間外にはなってますので、営業期間外に関しては、テント泊のみという形になってます。この時点での標高が 2600m くらいで、登山口が 1700m くらいで、まだね、約 1000m くらい下っていかなきゃいけなくて、先はまだ長いので、どんどんね、進んでいきたいと思います。山腹峠から登山口まではほとんどの区間は結構ね、なだらかな下りが多いんですけど、一部ね、急登もあったりするので、そういうところは気をつけていくと良いかなと思います。
こんな感じで鳥倉登山口から山腹峠までは、まあ、刻みながらね、あとどれくらいっていう標識が立ってます。ただね、こちら登る人が見やすいように立てられてるので、下りでこれを見るっていう人はね、あんまりいないのかなと思います。これでね、現在地を確認しながら登っていく感じですね。めちゃくちゃ綺麗なね、階段があるんですよね。さらに整備されたばかりの階段ですね、きっと。清水って書いてますね。鳥倉登山口と山腹峠の間に水場が一つありまして、山小屋が営業してない期間に関してはこちらがね、唯一の水場になるので、知っておくとね、役に立つかもしれないですね。鳥倉林道まであと1キロ、約30分です。山腹峠からはもうひたすら樹林帯を下ってます。いやー、気持ちいい樹林帯歩きですね。なだらかな下りとは言っても、結構ね、岩とか、まあ、木の根っこがね、すごい出っ張ってたりするので、一応ね、足元はしっかり気をつけて進んでいく必要がありそうですね。さあ、10分の3まで戻ってきました。残すはあと2と1ですね。ついに10分の1です。標高ね、2000メートル切ると、この辺り一面シダ植物ですね。全然夜気づかなかったけど、こんな景色だったんですね。はい、鳥倉登山口まで戻ってきました。でここはね、駐車場ではなくて、ここから駐車場まで林道 2,3 キロ進んでいかないといけないので、駐車場ね、向かっていきたいと思うんですけど、この鳥倉登山口はこの駐車場からこの場所まで自転車で乗り入れっていうのが可能になっていて、今回僕車に自転車を積んできて、自転車でね、夜も、まあ、朝というか夜ですけど、ここまで来たので、ここからね、林道を、舗装された林道を自転車でね、下っていきます。こちらがバス停になっていて、シーズン中はここまでバスがね、来てくれるみたいですね。皆さんのメッセージ、寄せ書きがありますね。はい、というわけで鳥倉登山口まで戻ってきました。自転車最高ですね。 2.6 キロでだいたい1時間ぐらいかかる道のりをもう5分10分で戻ってきました。今回は、まあ、潮見岳の登山ルートをいつもとは逆のアプローチで、山頂から登山口まで紹介するという感じでしたが、いかがだったでしょうか。今回ね、このコース日帰りで挑戦したんですけど、結構きつかったですね。距離で言うと25キロ超え、獲得標高差も 2500m という、まあ、日帰りにしてはかなりね、タフなルートなんですけれども、稜線に出てからの、まあ、南アルプスの景色は圧巻でしたね。何度でも来たいなと思いましたし、ぜひ皆さんにも来てほしいなと思ったので、日帰りコースは結構きつめなので、まあ、体力に自信のある方は、まあ、ぜひ挑戦していただいて、多くの方はね、まあ、テント泊だとか山小屋が営業している期間に山小屋に泊まるという感じで、1泊2日で行くと朝日とか夕日とか見れたりして、より楽しめるのかなと感じました。というわけで今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。少しでもね、動画が役に立った、潮見だけ登ってみたいって感じてくださった方がいたら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。